はい、どうもマックスとイメドラックスよくぞ、どうもマックスです。本日はですね、こちらということでベスト9タイトルホルダー第3弾やっていきたいと思います。ということでですね、大野選手出ました。もう待ち望んだね、大野選手なんですけど、まず能力がこんな感じなんですけど、まあ伸び20とかね、いろいろついてます。そしてビシエド選手、これはねちょっと狙っているんですよ。82、80、66ので守備が70にアップしましたね。で超広角打法にパワーヒッターですね。いいですね。で続いて大島選手、82、63、82というミートと総力が同値ってなっております。中日はこの3選手のみで、続いて佐野選手、80、73、66、広角打法ということで、佐野選手はねまだちょっといいかなっていう気分にはなってますね。続いて森下選手、森下選手と言ったらやっぱり自分のね下の名前が同じなんでね、すごい応援してます。今年結構当てたいんですよね。実は続いて清水選手は、78ということです。9位が一番高いですね。いいですね。続いてミスター最強柳田選手、84、84、81ということで、もうこれ一番欲しい。続いて周東選手、67、58、87、87、すげえ走力が結構上がってますね。いいね、欲しい。で盗塁もついてるしね、これダイソーの神様で使いたいと思います。続いて平選手、78、63、64、こちらはね自分の年齢が同級生なんで欲しいですね。ですすごいよ ね、21で160キロ投げれないと思う。続いて増田選手、82、78、70ということで、抑え選手ですね。西武の抑え、まあ、こちらはね当たっても西武枠があるんで欲しいです。続いて浅村選手、76、84、73ということで、叩き込む感じで引きたいですね。いやー、続いて西川選手、こちらは多分だから来ると第3弾で来るんじゃないかなっていうのは思ってました。でこの後紹介する菅野選手も来るんじゃないかなと思いました。あ、この後あったですね、77、78、77の太田大選手、こちらちょっとねバット投げの格好いいんでね、どうしても使いたいんですよね。続いて菅野選手、85、85、84ということで、メジャーは ね断念した組なんで、ね、第3絶対出ると思ったんですけど、まさか大野と被ると思ってなかったんで。続いて岡本選手、ホームラン王でベストナインタイトルホルダーですね。いいね、欲しい。最後かな、梅野選手、梅野選手もね当たっても全然極めできるんで欲しいです。はい、ということでもう狙いはね大野選手だったり、ビシエド選手、そしてイギータだったり菅野選手、本当第3弾結構揃ってるんでね、欲しいんですよね。あっち揺れんな。いやー、もうちょっとお疲れ様。本当は昨日引いてアップするはずだったんですけど、ちょっとね遅くなって、実は映画ね 5本見て帰ってきたんですけど、昨日か。でもそしたらもうバッタバタで、バッタバタっていうかもう眠すぎて死んでました。はい、続いて松本選手、大瀬良選手、6枚目美穂選手、7枚目山下選手、8枚目足立選手、9枚目梅和選手、10枚目渡辺ストレート打ちということで、渡辺選手でしたね。20連目、まあ、今回ね確定のみしか当たってないんで、 S ランクだから、ちょっとね本当引きたい。調子くん、もう一回、もう一段階、こうなもう一段階こう。さあどうでしょう。ちょっと待って、指飛んだ。原樹選手、2枚目森脇選手、3枚目山田選手、4枚目エスコバー選手、5枚目大野選手、5枚目大城選手、そろそろエスランク辰巳選手、8枚目メヒア選手。うわ、ちょっと待って、今回渋すぎへん。あ、太田大志、え、これまさか出るんじゃない、太田大志選手30連目で。うわ、マジか。はい、ここで30連ということでエスランク確定です。はい、いきます。うわ全部一緒、不可もなく、可もなく。うわ、もうなんなん、全然ここで課金。あー、なるほど、中日確定ならず。出てほしい、大野、キータ、ビシエド、渡辺選手、大野選手、3枚目浅村選手、4枚目サンズ選手、5枚目
今永選手、玉井選手、ちょっと待って、はい、おお、あ、高橋蓮選手の A ランクですね。あ、確定のみ。さあ、大野ギータ、ビシエド、佐野佐野。終われるかマジで、ちょっと待って、佐野選手ってうっそ。はい、ということです。佐野選手が当たりましたね。まあこの結果ね、今後どうするかはまた考えたいと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあ、バイ。